瀬長島で織田軍は勝ちを収め、一騎衆は沈黙した。この時より光秀は信長の強圧的な手段に疑念を抱く。数年後、一軍を預かった光秀は軍勢を京へと向かわせる。信長の寄宿する本能寺へと。信長第3話、本能寺。私は敵は本能寺にあり。これでよい。全軍、本能寺内にいる信長の首を狙いなさい。決して逃がしてはなりません。東、北、西の各門しっかり塞ぐのです。光秀様、なぜです？なぜこのようなことを？信長様のためにも、私のためにも、行かぬなら、この私が置いてしまう。乱の手を打つのは、本意だ。甘いかもしれないが、戦いたくはない。押されているだと？バカな。信長様に外に出てもらうしかないようです。家計部隊、準備を始めなさい。手ごわい敵のようですね。手ごわいな。手ごわい。となり、この地は死地となる。命を惜しまぬ者は来い。火を放て。本能寺を燃やせ。赤いの魔王、織田信長。末後に描くご自身の破滅ですか。
捨てるしかない。借りは必ず返しますよ。敵将打ち取りました。我らも遅れは取らぬぞ。敵のようです。手ごわいようだな。南東より京を抜ける。死ぬことはあるまい。天運があればな。あくまで信長様の味方をなさり、あなたを相手の手加減はできない。こんなことするなんて。あなたにあの人の命あげられないの。あの人の命は私のものだ。手ごわいようだな。敵将討ち取りました。ようやく終わるのね。遅れは取らぬぞ。続け。姫君、あなたが望んだのはこれである。おさり、地獄でお待ちください。私の戦敵将撃ち取りました。あー、負けちゃった。我らもこの機に乗ずるのだ。光秀。
これがウヌの答え。わかりません。一つだけ言えます。これ以上悲しむ人を増やすことはない。無価値。ウヌは信長の悲しみを承認。手ごこの刀は心を切るためにあるんです。これが人を信じる者の力です。信長様、これからは私が人を信じる光秀が業を背負うか。私を仕留められぬか。惜しかったな、光秀。逃がしてしまいましたか。これから辛い戦いになるでしょうね。負ける要素はありませんでした。